シエナ大聖堂シエナ大聖堂は、イタリアのシエーナにあるキリスト教、カトリックの教会堂、シエーナの司教座聖堂である。大聖堂、司教館、三、ジョバンニ先礼堂、ピッコロミーニ図書館、そして未完成となった拡張部分から構成される。世界遺産、シエーナ歴史地区の中心を飾り、イタリアで最も美しいゴシック様式のファサードを持つと言われる。 大理石の横島模様が印象的なシエナ大聖堂は市中心部のカステルベッキオの丘の上にそびえている。建設時期とファサードの衣装からゴシック建築の一つに数えられるが建物の全体構成はロマネスク建築のものである。建物の主軸は入り口のある南西から北西に通り、主廊は教会堂のドームの付け根にあたる部分に教会堂と一体となって建設されている。 三序盤二洗礼堂は、敷地の高低差を利用し、境界道工人の床下に潜り込むように設けられた。このため、大聖堂の入り口は南西側にあるが、洗礼堂入り口は開花の北東側に設けられている。シエナ大聖堂は14世紀に大規模な拡張計画が行われ、新たな正面と側廊の一部が建設された。この工事は中断してしまったが、今日、 この側廊は付属美術館として利用されている。シエマ大聖堂は内外ともに大理石造岩りで飾られ、平らに切られた東端部、六角形の交差部とドーム、道内に組み込まれた小塔を特色とする。建築としては一貫性に欠ける境界道なのだが、内部の横縞模様はとても印象的で、特に多色大理石とモザイクで装飾されたファサードは、 イタリア再美と言われる。ドーム見上げ、大聖堂の神郎シエナ大聖堂の起源は、伝説の意を出ず、明確ではない。伝承では、聖アンサヌスの極された塔があった場所、あるいは、ミネルバ神殿があったとされる。旧世紀頃には、現在の司教館の位置に、聖母、マリアの教会堂があったことが知られるが、詳細は、一切知られていない。 現在の大聖堂は1220年代に寄稿されたが、正確な日付や設計者などについては全くわかっていない。大聖堂の工事に関する支出記録は1226年以降に見られるが、詳細な工程についてはよくわからない。ただ、1264年には建物の大まかな工事が終了したらしく、ロスソパデライオなる人物に、 ドーム上部の同級採択の報酬が支払われている。これ以後は大聖堂の内部装飾に関する支払い記録が多い。ファサードは1284年頃にジョバンニ・ピサーノによって寄稿された。彼は3つの入り口を設計し、預言者や使徒の彫刻を作成してファサードを装飾した。これらジョバンニ・ピサーノと彼の弟子たちの作品は イタリア語シック彫刻の最高傑作と称えられる。1270年から1285年までにファサードの上段部分の工事が行われ、1288年にはトッチョディブオニンセイニャ柵の円形窓が聖火台に設置された。当時、ジョバンニ・ピサーノは交渉頭に指名されており、すでにファサード下段部分の工事を完成させていたが、1297年に、 突然解任され、死刑なを去った。1311年6月9日、大聖堂の大祭壇画である、マエスタガルッチョのアトリエから運搬され、大聖堂は、おおよその完成を見る。ところが大聖堂の建設は中止されず、1316年には、当時の交渉頭カマイノ・ディクレシェンティーノにより、大聖堂の聖火大石器と浴揚、そしてその下部の洗礼堂が建て増しされることになった。 釜まいいの計画は1322年に工事を危惧した市営な市民の設置した専門委員会に批判されたがお構いなしに工事は続行し1325年に洗礼堂部分が完成した大聖堂拡張工事新郎と即労になる予定だった部分1339年8月23日市営な市議会である金の評議会に フィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂に対抗すべくロレンツォ・マイ・ターニの提唱した西ヨーロッパ最大となる聖堂の建設が上層される。大聖堂の垂直方向に新たな主軸を設定するもので今日の大聖堂の長軸を新しい計画では短軸とする計画であった。計画地は当時、市営名で最も家屋が密集した場所であったため用地買収が行われ。 1340年2月2日に奇跡が置かれた。この時、すでにロレンツオ・マイターには他界し、交渉頭にはランドディ・ピエトロが指名された。彼には養費史が支給されているので、現存する養費史に書かれた新たな聖堂の設計図は彼の手によるものとされる。彼は交渉頭に指名されてすぐに死去してしまったが、工事は進められた。ところが、 1342年、シエーナで薬病が発生し、ついで飢餓が襲うと状況は一変する。すでにシエーナの財政規模は縮小しつつあったが、1348年の国士病の流行がさらに追い打ちをかけた。市の経済は打撃を受け、もはや大聖堂の建設に回せるような資金は得られず、工事は完全に停止した。1356年、評議会は、 専門委員会を設置して、この計画の実現可能性を図ったが、結果は散々なものであった。さらに、当時交渉は頭であったドメニコダゴスティアーノラも、工事の継続には、莫大な費用と時間がかかることを示唆し、大聖堂の増築工事は、以後完全に放棄された。増築は停止したが、大聖堂の装飾はその後も続けられ、内部は、国際ゴシックルネサンス、 バロック美術の宝庫となっている。大聖堂皇人、ピッコロミーニ図書館、ピッコロミーニ図書館の壁画大聖堂の内部は、白と黒の大理石の造眼による横島模様で、大変印象的である。フィレンツェに対抗して推進されたシエーナの芸術活動は、ジョットやチマブーエとは全く違うシエーナ派と呼ばれる芸術を生み出した。また、ミケランジェロ・ブオナロティ ジャン・ロレンツ・オベルニーニー・ラルネサンス、バロックの芸術作品も暗記され、大聖堂そのものが宝庫であると言ってよい。現在、大聖堂のほとんどの彫刻はレプリカで、オリジナルは大聖堂美術館に保管されている。大理石の造眼によって構成された床も美しい。これは、14世紀から16世紀にかけて、およそ40人の芸術家によって制作された。 56個のパネルから構成され、大部分には長方形だが、翼廊には六角形と菱形のものもある。制約の礼拝堂は、西の翼廊に位置している。1659年に、キージ家出身のローマ教皇アレクサンデル7世の命により、15世紀の礼拝堂を取り除いて建設されたもので、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの手による、 聖役の聖母と呼ばれる13世紀の祭壇画があり、これは今日でも尊敬され、入り口には、加護に対する供物であるエクスボートが掛けられている。対フィレンツェ戦であるモンタペルティの戦いの際に捧げられた祭壇画だと信じられているが、作成された年は1260年よりも後の時代と推測されている。代理絞りのうち、聖ジェロームとマグナラのマリアは、 ベルニーニの作品である。サンジョバン二千霊堂は南の工人の開花に位置している。1316年に大聖堂の聖火体積と翼籠が増築された際にカマイーノ・ディ・クレシェンティーノによって寄稿された。しかし、1322年に工事の先行きが危ぶまれ、ロレンツオ・マイターニをはじめとする専門委員会による検討の結果、 工事には倒壊の恐れがあるほどの欠陥ありと指摘された。この指摘を受けて大聖堂の工事は基本的な修正を受けるかに見えたが、市議会、金の評議会は結論を出すことができず、工事はそのまま続行された。最終的に評議会は工事の続行を決定したが、工事はそのまま進捗し、1325年には洗礼堂が完成する。ありがとうございます。